皆さんこんにちは。千葉大学工学部長の伊藤です。千葉大学工学部の概要についてご説明します。工学部の説明の前に、まず簡単に千葉大学について説明します。千葉大学は1923年設立の千葉医科大学、1943年設立の千葉師範学校、1944年設立の千葉農業専門学校、1944年設立の東京工業専門学校が統合されて、1949年に語学部体制で発足しました。工学部の元となった東京工業専門学校の前身は東京工芸学校であり、1921年に設立されています。以来工学部は100年を超える歴史を築き上げてきています。現在の千葉大学は11学部を擁する大規模総合大学となっています。理系、医療系、文系の学部から構成され、さまざまな分野の学生が一つの大学で学ぶ環境を提供しています。千葉大学には5つのキャンパスがあります。千葉大学のメインキャンパスである西千葉キャンパスに工学部の教育研究の中心があります。また2021年には隅田サテライトキャンパスを開設し、実習系の授業を中心に教育研究が行われています。西千葉キャンパスは JR 総武線西千葉駅のすぐそばにあります。工学部は西千葉キャンパスの中の青色で塗られた南門近くの広い場所を使って教育研究を行っています。続いて工学部について説明します。工学とは何でしょうか。どういうイメージをお持ちでしょうか。工学は人間の想像力に基づく学問です。劇的な科学技術革新を通して、工学部は大学における重要な地位を築いてきました。こんなものがあったらいいなと想像したことが次々と実現しています。物理学、化学などの自然科学や数学などを基礎として人類社会に役立つ様々なものを創造します。真に豊かで持続可能な未来社会の実現は、工学を志す若い皆さんにかかっています。理系の分野では理学は分かりやすいですね。高校で履修する数学、物理、化学、生物、地学はそのまま大学の理学部とつながっています。工学も理学に密接につながっていますが、目的などに違いがあります。理学は自然界の真理の探求を目的にしています。つまりすでに存在しているものを対象にしています。一方工学は実社会により強くつながっています。社会の課題を解決することを目的としています。これまで世の中になかったものを創造していくという側面を持っています。千葉大学工学部の方針についてお伝えしたいと思います。千葉大学の理念は、常により高きものを目指してです。大学の全体の理念のもと、工学部ではもう少し具体的に、広い視野に立った応用力のある技術者、研究者の育成、個性豊かな教育研究の創設と推進、社会、産業、地域と連携した教育研究の推進という理念を掲げています。卒業時に身につけておくべきこととして、学位授与の方針を定めています。専門分野の知識やそれを用いた問題解決能力はもちろん重要です。それに加えて、自分の専門分野を俯瞰的に見る能力なども重要になります。自由自立の精神、地球規模的な視点からの社会との関わり合い、普遍的な教養、専門的な知識技術技能、高い問題解決能力を身につけてもらいたいと考えています。千葉大学工学部の求める入学者についてもお話ししたいと思います。私たちは工学を豊かな人間社会の構築を目指す実践の学問と考えています。社会と環境を支える技術者研究者を育成する工学部では、なぜを問う好奇心探究心、何をなすべきかを主体的に考える力、いかにしてを構想し実践する力
を習得することへの興味と資質を有する人材を求めます。実際の入試についてもお伝えしておきたいと思います。千葉大学法学部では一般選抜として通常の入試を実施しています。前期日程は全てのコースで、後期日程はデザインコース、物質化学コースを除くコースで実施しています。大学入学共通テスト、個別学力検査等の成績及び調査書の内容を総合して評価します。デザインコース、物質化学コースでは特別選抜として総合型選抜も実施しています。専門適性課題、書類審査、面接などコース独自の方法により資質と適性を総合的に評価します。入学後の教育について簡単にご説明します。工学は人間の想像力に基づく学問であるとお話ししました。人間の想像力は豊かであり、その豊かさを表すように工学部のコースも多岐にわたっています。千葉大学工学部では分野ごとにコースを設定して教育を行っています。なお入学時にコースを決めますが、2年進級時に別のコースに進むことについても柔軟に対応できる体制をとっています。コースは多岐にわたっていますが、コース間の連携もあります。そこで3つの系、建築デザイン系、機械電気応用物理系、応用化学環境系に分類し、分野横断的な教育も実施しています。このような千葉大学工学部方式のメリットについて説明します。総合工学科1学科制と工学共通教育の充実による区間型人材の育成が可能になります。このことにより広い視野を持つことができます。関連コースをまとめた3つの系による分野横断型教育の実施が可能になります。このことにより工学の複数分野を知ることができます。入学時のコース選択と入学後のコース変更の柔軟化が可能になります。このことにより1年間の学習を踏まえて専門分野を決定できます。続いて卒業生の進路について簡単にご紹介したいと思います。左の円グラフが示すように、工学部全体では多くの学生が大学院に進学しています。就職希望者については右の円グラフで示す通りになっています。最近の就職の状況についてもう少し詳しくお話しします。大学院進学が一般化し、企業サイドも大学院修了生を即戦力として採用したいという考えをますます強めています。昨年度の就職希望者の就職状況は例年とほとんど変わらず、良好な状況が続いています。博士前期課程の学生はもちろんのこと、学部学生でも専門を生かした就職先を志望すれば問題なく就職できます。勉学を通して自分の実力を高めること、将来のビジョンを明確に持つことが重要であり、学生自身が主体的に取り組むことが大切です。各コースの就職担当教員の助言や指導、大学全体の就職支援課が提供するいろいろな就職支援が利用できます。最後になりますが、真に豊かで持続可能な未来社会の実現の先頭に立とうという使命感を持ち、自分の将来の夢を原動力に目的意識を持って工学を志す皆さんを待っています。ご清聴ありがとうございました。